皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ウクライナ情勢は、バフムートとアメリカの議会、えー、そしてイスラエル中東情勢なんですけれども、ガザの病院が機能停止です。では参ります。えー、まずは、ウクライナ情勢から行きたいというふうに思いますけれども、バフムートで、 ロシア軍がまたカウンター突撃を開始したという情報は航空版のオロンジエさんです。よろしくお願いいたします。 バフムート方面でもロシア軍が反撃を開始、戦場の主導権交代が濃厚ということでございますけれども、ね、ちょっとまた心配になるニュースが出てきました。で、主導権が交代濃厚ということなんですけれども、今、ロシア軍に主導権が行っても多分構いません。去年とね、全く同じ状況だというふうに思います。むしろこのデーネ駅に無力に突撃をすることで、えーえー、様々な兵器があ破壊されたりですね、あと兵士の数が減ってしまうというところ、損問費のところですね。ここでロシア軍がこの後ですね、えー地面が 凍結した後にこれが続けられるのかというところまで見ないと評価できないかなという風に思います、えー、現在のバフムートの状況なんですけれども地図をお借りしますねよろしくお願いしますえっ、ー、とね確認できているのはバフムートの南クリシェフカですね、えー、これ完全に解放したんですけれどもまたロシア軍がカウンター突撃で一部侵食してきているという状況で丸の色が違いますけれども A と B のがというのがすぐ近くにありますが両方ともロシア軍がここで確認できています うん、というところで、押し返してきているというのが視覚的に確認されました。で、これね、まあ、んロシア軍のまあ物量と、あと、ストーン Z という部隊を使って特戦隊を置いて、もう無理くりな突撃をバフムートでも始めたということなんですけれども、現在、損耗費分かってるのが、ウクライナ1に対してロシア5っていう形で出ています。 というところで、ウクライナ軍としてはとにかくロシアの兵器を壊していくということと、突撃してくる兵士っていうのを叩いていくっていうような状況になりますけれども、えー、ロシアとしてはですね、まあ、とにかく政治的な判断じゃないかなという気がしますね。で、昨日もお伝えした通り、戦車が本当にね、そろそろ情報出てもいい頃なんですよ。でも全然緩めないというところ、温存する気も全く感じられませんね。で、ロシアの物量というところもあると思うんですけれども、ロシアとしては政治的判断、それは、 バフムートを取り返したぞ。そして、アウディユカを制圧したぞっていう情報もそうなんですけれども、とにかく今、ロシアが有利なんだっていう情報ですね。多分これはですね、中東の部分と情報的につながってやってるんじゃないかなという気がいたします。えー、つまりどういうことかというと、アメリカとか西側がウクライナ支援を控えるようにっていうことですね。うん。 ウクライナへの支援というのを減らしたいというところがあって今情報的にロシアが優位っていう情報を出したいからこういう無理なことをやってるんじゃないかなと思いますね。しかしいつまで続けられるのかというところは現実的な部分がありますので、凍結してくるまでですね、ちょっとここは我慢強く不利になってると思わずにですね、ウクライナ軍信じて見ていった方がいいんじゃないかなという気がいたします。はい。ではウクライナ情勢次はですね、鍵を握るその支援の部分なんですけれども、 最近まあ、こういう情報が続いているから、ロシアも結局むちゃくちゃやってんだろうなという気がしますが、アメリカの議会ですね。米下院議長が新たなつなぎ予算案提示ということなんですけれども、まあ、ジョンソンさんがですね、新たなつなぎ予算を出してきました。11月の17で一旦つなぎ予算が終わります。そこで予算が決まっていないと、政府閉鎖になるわけですね。前お伝えした。 で、今回、ジョンソンさんが出したのはですね、最大2月の2日まで、2つの案が分かれていて、期限がおのの違うんですけれども、一番欠は2月の2日になりますね。うん、ここまでの、え、つなぎ予算というのを出してきたんですけれども、このつなぎ予算の中には、ウクライナ支援が入ってません。除外されてます。なんならイスラエル支援も入っていないというような、そういう法案になりますね。これをつなぎ予算として出してきた、ということになりますけれども、 まあですね、ここが今のおそらく下院議長、誰がなってもここが限界なのかなっていう気がします。それをまとめてくださっているのが、小谷先生、よろしくお願いします。えー、ジョンソン下院議長のつなぎ予算案、上院に圧力をかけるため2つの期限を設け、イスラエル・ウクライナ支援が含まれないため、上院ホワイトハウスに批判され、 大幅削減がないため、共和党右派に批判されている政府閉鎖まであと5日っていうツイートですね。もう両方から批判されてます。ジョンソンさん、早くも。マッカーシーさんの時もそうでしたけれども、現在ですね、誰が下院議長になっても、多分ね、うまくまとめられない状況。で、何が原因かというと、共和党の一部のね、陰謀論にやられてしまった一部の議員です。もうここです。ここ。 で、これを克服するためにはどうしたらいいかというと、本当にもうアメリカの国益、そして世界の平和っていうのを民主主義のためになる政策っていうのを考えて、一時的に共和党と民主党が話し合うしかないと思いますね。えしかし、国民有権者が納得してくれないと、これ話し合い、歩み寄ることができないということになりますので、一時的に政府閉鎖っていう緊張感の高いところまで行って、 で、もう政府閉鎖はまずいから話し合いましょう。っていうところまで話が流れていくんじゃないかなっていう気がいたします。うんというところで、まあ多分閉鎖、あの政府閉鎖まで行くのかなという気がしつつ、これ見守っておりますね。あまり焦らずに見ていけばいいと思うんですけども、政府閉鎖になったとてそれがですね。すごい長い間続いたっていうのはそうそうありません。 うん。本当に続いても1ヶ月程度だというふうに思いますので、まだちょっとこれもね、我慢強く見ていかなければいけないというところ。で、アメリカの支援がですね、こういう感じで国内事情で止まってしまっているような状況になると、ものすごく今、ウクライナを世界中が助けてないみたいな雰囲気がアメリカ一国のせいで出ちゃう。で、ここにロシアが乗っかってきて、ゾンビ突撃、カウンター突撃を一生懸命成績流でやってるような状況に私には見えるんですけれども、 ヨーロッパは決してそうでもないよっていう情報、ニコルさんですね、えー。ドイツは来年、ウクライナへの軍事援助を倍増すると、ビルト市なんで100%じゃないですけれども、40億ユーロの代わりに8億ユーロが割り当てられるっていうことです。結構ね、最初のこの40億ユーロというのは結構使い果たしてしまっておりまして、まあ、増額みたいな感じで次の予算が出てきた、ショルツプランというものだというふうに思いますね。うん。ということで、まあ、ドイツは本当に腹決めてウクライナ支援を続けてます。 さら、うん、に、えー、イギリスのスナック首相もですね、どこだったらどっかにね、あの、寄港してるんですけれども、メディアにですね。 とにかく、ウクライナ支援っていうのをこれからも強力に継続していかなければいけないと。ウクライナは絶対勝つんだっていうことをわざわざ寄稿していたりもします。え、ヨーロッパ方面というのは相変わらずウクライナ支援続いてるんですけども、アメリカの支援がでかすぎるので、アメリカが国内でゴタゴタやってると、まるでですね、あの、ウクライナの支援疲れがあるからな雰囲気が出ちゃう。で、そこに今、ロシアが乗っかってきてるっていうような状況に私には見えますね。 うん。えー、なので、今、ウクライナを応援する我々というのは、そこにですね、あの、惑わされずにですね、今まで通り淡々とやっぱりウクライナを応援していくべきなんじゃないかなと、結構我慢の時かなという気がいたします。はい。では、イスラエル中東情勢の方に行きたいというふうに思います。ちょっとね、途中で頭を切り替えていただく瞬間というのがあります。またお話をしていきますが、まずは朝日新聞。 ガザの病院攻撃続き医療システム崩壊国連職員100人超死亡というですね衝撃的な記事が出てきました、えー。ガザ市内にある病院ですね。今確認できているところで2つの大きな病院が機能停止に陥っているという状況があります。で、病院というのは攻撃しちゃいけないところをイスラエル軍が攻撃していて機能停止になっているという形で ニュースが出てます。で、実際にイスラエルは攻撃をしておりますけれども、この情報の出方ってどうなんだということなんですね。で、今言われているのは2つの病院でございます。1つからガザ市内で一番大きい病院、シファ病院というところ、川上さんというジャーナリストの方ですね、が伝えてくれてますけども、これアルジャジーラが報じてます。 アルジャジーラというメディアが報じている、中東のメディアですけれども、が報じているような状況も中大混乱になっていて、機能停止している。で、実際に医療が行き届かなくても亡くなりになっている人まで出ているんじゃないかっていうような話になっております。で、もう一つの病院がどこかというと、こちらですね。ねアルクッズ病院っていうのかな。これね、あの、パレスチナの、えぇ、ー、赤心月謝。 なんで、赤十字になりますね。赤十字病院と考えていいと思います。先ほどのシハ病院から南に3キロぐらい行ったところにある病院なんですけれども、えー、ここでもですね、もう砲撃が続いていて、病院内にいる1万4000人が極度のパニック状態に陥っているということで、須賀川さんが伝えてくださっております。で、先ほどはアルジャジーラからの情報。で、今度は赤新月社からの情報。えー、あとはアンルワという国連機関になりますね。 ところがですね、じゃあこれらの機関が出してくる情報というのは、現地情報というのは、果たして正確なのかっていうところがあるわけです。イスラエルが、イスラエル軍が病院を一方的に攻撃していて、病院が機能停止しているっていうような形で報じられています。まず言えるのは、病院を、に対して、えー、に向けてというかですね、イスラエル軍が攻撃しているのはまず間違いないと思います。なので、イスラエル軍はこの面においては、 えー、避難の対象になります。私もなんでそんなことするんだとは思います。えー、ところがですね、攻撃対象がいるから攻撃するわけですね。誰がいるかというと、ハマスがいるから、なんですね。ハマスがいるから。 ハマスは病院とか学校を軍事拠点にしていないというふうに言ってます。イスラエル軍はハマスが病院なんかを軍事拠点にしていて武器を置いていたり地下のトンネルの入り口なんかを作っていてそこにしかも陣取っていると。だから攻撃しているっていうことを言っているわけですね。で、ハマスがもし本当に病院を軍事拠点にしていないんであれば、病院を盾に取って戦闘するってことをやめてそこから退位すればいい。 うん。そうしたらターゲットから病院外れますので、それをハマスはしないということですね。で、先ほど言ったようなメディアというのは、えー、メディアとか、まあ、赤心月社もそうですし、アンルワもそうですけれども、現地の採用している職員がほとんどで、その中にハマスの工作員みたいなのが混じってるというふうに言われてます。その中から出てくる情報なので、どこまで正確かというのが、大元の情報が担保できていないような状況。で、これを元にして、 え、人道的な発信をする、ジャーナリストの人もそうですけども、発信をするっていうことになると、一方的にイスラエル軍悪っていう形で報じることになる。イスラエル軍が何の抵抗もしない病院を一方的に砲撃しているっていうような情報にすり替わってしまうわけですね。うん。現地からの情報というところでいきますと、じゃあ、一般のパレスナ人の人たちから漏れ聞こえてくる情報ってどんな情報があるんだっていうことなんですけれども、えー、例えばこちら、ユリエッタさんですね。よろしくお願いします。 え、これですね、あの、インタビュアーが、まあ、ハマスを英雄扱いしてですね、子供たちに、ハマスに対して何かメッセージありますかってインタビューするんですよ。そしたら子供は正直だから、えー、ハマスは我々を危険にさらしていると。うん。えー、地下に隠れていて、いつも犠牲になるのは我々民間人だと。いうことを子供がペロッと喋っているんですね。うん。民間人をハマスは盾にしているって子供が言っちゃったっていう、そういう話でございます。 えー、さらにこちら加藤健さんですけれどもよろしくお願いします。あのね、ハマスのタガが外れて民間人の人たちがもういろんなことをハマス批判を繰り広げています。で、それがポツリポツリと映像で出てきたものをまとめた映像が添付してある。ちょっと映像なんでね、流せないんですけれども、というのを添付してあります。で、なんでこういうハマス批判が出てくるかというと、ガザ地区の中でハマスがどれくらい支持されているのかっていうことなんですけど、30%から40%くらいです。 半数以上の人がハマス邪魔だって結構思っていたりするんですね。かといってイスラエルを支持はしてませんよ。イスラエルのことはもっと嫌いだと思うけれども、決してハマスのこと好きでもないっていう、そういう状況。ところがハマスはですね、自分たちに逆らうと、まあバイクの後ろにくくりつけて始終を引き回しみたいな処刑をするわけですよ。こういう恐怖で抑えているんだけれども、現在戦闘が始まってしまって、えー、このハマスの恐怖政治みたいな高が外れてきて、民衆が自由なことを言い出してしまっているんですね。 なので、ハマスに対する不満というのが、実は漏れ伝えてきている。これも、実は現地の声だということでございます。えー、その上で、えー、病院に被害をもたらしているイスラエル軍、そして病院をタにとって戦闘しているハマスですね。この両方を、えー、強烈に非難しなければいけないんじゃないかなという気がいたします。その上で、ここで頭を切り替えてほしいんですよ。 うん、ここで頭切り替えられるかっていう話なんですけども、ここでね、日本のために、日本のために頭を切り替えてほしいんですが、こういう情報に乗っかってる奴らがいるぞっていう、そういう話になってきます、えー。まず乗っかっているその1なんですけれども、こちらですね。はい。えー、シリアの大統領、アサドさんでございますが、えー、現在ですね、サウジアラビアで行ってんのかなアラブ連盟のガザ緊急会議という、 会議が行われております。イスラム諸国によるサミットですね。これが行われている。ここにアサドさんが登場してきました。そしてパレスナ人を守るんだみたいなことを言って西側批判を展開しているわけですね。うん。で、この人は自国民のシリア人を20万とか30万とか殺して毒ガスサリンなんかも使って殺害しているような人でございます。 なんならパレスナ人も4000人とか5000人殺害している人なんですね。どの口が言ってんだということなんですけれども、この人たちがですね、パレスナ人を守るんだみたいなことを言って乗っかってきている。えー、さらにこちらなんですけれども、プーチン容疑者ですね、えー、ガザの状況への怒りは当然だということで、これダゲスタン共和国の中で起こった暴動に対して、えー、怒るのは当然だと。私も一緒に怒ってるみたいなことを言っているわけですね。うん。ところが、 この人たちってのは今リアルタイムでこの中東地域で殺戮を行っている人たちだったりします。こちらご覧ください。黒井文太郎さんですね。世界の注目がガザに集まっている間にシリアではアサドとロシア軍が非アサド地域で無差別攻撃やりまくり中と。10月子供23人と女性13人含む66人を殺戮と。書いてありますね。うん。で、この状況というのはニュースにすらなってない状況です。 なので、誰も知らないということになりますけども、リアルタイムで中東で兵器を使って殺戮を行っている二人が、さも正義の味方かのような発言をして乗っかってきているというような状況がある。ちょっとあれあれっていうふうに思うわけですね。で、今回のこのパレスチナの状況に対してですね、まあニュースの出し方もあると思うんですけども、世界で様々なデモとか暴動が起こっております。えー、イギリスはロンドンでとんでもない大行進がありました。 うん、30万とか50万とかっていうことが言われておりますね。すごい巨大なデモがありましたっていうことになります。えしかしこのデモですね、本当に、えーまあ、人道的な意味で行き通ってですね、デモに参加している人が大半だと思いますけれども、実はその中にですね、乗っかってる奴らがいるんだぞっていう、そういう話です。で、外国だとわかりづらいんですよ。外国だとわかりづらいけど、 日本の同じようなデモですね。に切り替えると分かりやすい。こちら、えー、メイロマさんですね。よろしくお願いします。えー、都内でのパレスナ支援デモ。これ系のデモ、おなじみの旗が目立つということなんですけども、ローソの旗がパタパタ見えるんですね。老祖の旗が見える。なんなら令和とかですね、そういう旗も見えたりするんですけれども、うん。まあ、左翼ですよね。共産主義者の、まあ、生き残りと言ってもいいかもしれませんけれども、そういう人たちが乗っかってデモに参加してきているっていう、 こういう人たちが現在の中東情勢に乗っかってきているような状況があるということでございます。で、この状況がなぜ我が国の安全保障にとって危険なのかっていう話なんですが、古参の皆様におかれましてはもう3回目か4回目聞く人もいると思います。こういう思想があるからだということ。これですね。革命的祖国敗北主義と言います。 革命的祖国敗北式。どういう思想かと言いますと、戦争が起きました。そしたら戦争当時国である国の中で敗戦を訴えて自分の祖国を敗北に追いやるんですね。で祖国が敗北してボロボロになった一番弱体化したところで革命してやれっていう。 そういう思想になります。で、現在これは国家に対して使われてるんじゃなくて、民主主義の弱体化というような形で、この革命的祖国が敗北す義の思想,思想というのが利用されているような気がしますね。人道的な意味で生き通る真っ当な気持ちというのが、こういう卑怯な人間に利用されないことを切に願うというお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。